トムジャンボ西見えりです。今日は私の仕事カバーの中身をご紹介したいと思います。私は2つカバー持っているんですけど、こっちはどちらかというと営業用の資料だったり、あとお客様にお持ちするサンプルとかを入れているカバンです。これは雑誌ウォッチの付録で付いてきたトートバッグなんですけど、すごくサイズもちょうどよくって、営業の時はいつもこれを一緒に持って行ってます。こっちが普段私が持っているカバンになります。これはルートートのカバンです。パソコンが入る大きさで、かつこう夏に合うような爽やかなカバンが欲しいなって思っていた時に、たまたま入った店で見つけて、衝動買いとか私普段絶対しないんですけど、これは思わず買ってしまいました。これはもうなくしたら一大事なんですけど、鍵とルームキーと、あと会社から支給されているクレジットカードとか、あと定期券とか大事なものが全部入っているものです。ガムあんま食べないけど、でもまあ一応ミントですね。すっごい辛いミントとかあるじゃないですか。そんなんじゃないので、これは程よい爽快感があって、これが大好きです。水と見せかけて、実はこの中にバームのダイエットを溶かして飲んでます。普通の水飲むよりかはこういうのを入れて飲んだ方がいいのかなって思って、気休めで飲んでます。会社用の携帯、エアポッツとスーディオ。このエアポッツは家族からの誕生日プレゼントでもらいました。刻印ができるんですけど、私が育ったゆかりのある土地を空港の3レターで入れています。きっとわからないと思います。こっちの電池がなくなった時のためにスーディオも持ち運んでます。バッテリー持ちが良くって、こっちも音質がいいので気に入ってます。今度動画で詳しくご紹介したいと思います。ハンカチ、これはフェイラーのハンカチで、私動物だと狼とペンギンが好きなんですけど、ペンギンのハンカチがあったので思わず買ってしまいました。鼻炎持ちなので、ティッシュ家の鍵、携帯と財布と家の鍵をよくなくすので、もう家の鍵にはこの大きいミニチュアシュナウザーをつけてます。電子入れです。必需品ですね、営業の。お財布、あんまり現金を持ち歩かないので、私これすごいお気に入りなんですけど、ドラえもんの T ポイントカード大したもの入ってません。パソコンの充電器、これはサングラスなんですけど、別にカッコつけてるわけじゃなくって、私あんまり太陽の下で目開けられない人なんですよ。あまりに日差しが強い時はサングラスをかけます。お客様の前ではしないですよ、もちろん。去年のカバンからも出てきたんですけど、リファ、うわすっごいゴリゴリいってる、いった白のスプレー、ヘアミストですね。スミレっていう匂いなんですけど、これ期間限定だったんですよね。この匂いがすごく好きで、再販してくれないかなって思ってます。それぐらい大好きです。日焼け止めスプレー、サンカットのやつですね。なんだかんだこれが一番いいと思います。手も汚れないし、焼けないし、簡単だし、これも夏の必需品ですね。ドライシャンプー、今6月なんですけど、もうすでに使い始めてます。グミ大好きなんですよ。グミとラムネが大好きで、絶対カバンに入ってます。ネットカバン使うんでね。ユンケル
シンプルに体が疲れるっていうのもそうですし、ね、だんだん疲れが抜けにくくなってきてて、本当にこう疲れた時に飲もうと思って入れてます。はい。いつ出番が来るんでしょうか。これはあの何でもポーチ、ちょっとあのこれがちょうど入るポーチがなくてですね、暫定でこれに入れてます。手帳でフリクション使ってるんで、フリクションのペンのリフィルと、商談時に使うフスワロスキーのペンと、あと書類に押すハンコ、シャチハタと、あと絆創膏と薬がたんまり入ってます。バンのシャワーシート、手帳です。私的にはこだわりがあって、マンスリーとウィークリーが一緒になってる手帳なんですけど、まあ、マンスリーのところにアポとかを書いて、基本的にウィークリーは自分のタスク帳、トゥドゥーリストとして使っています。基本的に毎日この手帳を開きっぱなしにしているので、なんかどのタスク終わったとか持ち越しているとか、すごい一目瞭然で分かるので、この手帳を愛用しています。メイクポーチです。私元 CA なんですが、フライト先のハワイで買ったポーチを未だに愛用しています。この大きさ結構ちょうどいいんですよね。はい。ナーズのクッションファンデ、ロレアルパリのパウダーですね。これだけです、化粧直しは。ディオールのリップとイプサのスティック美容液、これ、私の動画の中で何回も出てきているんですけど、すごいお気に入りです。クシバーバリーの香水です。ジョン・マローンのリップ、これもカッサですね。眉毛消えたら困るので眉毛ライナー、ノニオのマウススプレーが一番効くなって思ってノニオを使ってます。ピーチ味、すごいドライアイなので目薬、コンタクト用です。こんな感じです。 MacBook、 仕事用のパソコンです。置く場所ないな、ここでいっか。仕事のファイルです。美容と化粧品の業界にいるんですけど、そのなんだろう、化粧品基準とか、なんだろう、医薬部外品の成分表示に関する、なんかこういろいろ決まりがあるんですよね。でそんなのまだ私業界入りたてで覚えられないので、まあちょっとこういうの持ち歩きながら勉強しつつっていう感じです。国際商業業界の人必読ですね。化粧品の基礎知識、今年の冬に日本化粧品検定と化粧品成分検定を受けるので、まずベーシックなところで化粧品の基礎知識を勉強しています。タイムです。電車の中で読んでます。そんな感じです。時間通り、朝方がいいっていうのは分かってるんですけど、夜型 iPhone、 基本的には楽観的、あまり深く考えないですね。し、なんかこう落ち込んだとしても、寝たら次の日には元気になってます。インドア派、商談があるときはこうやってポニーテールにすることが多いですけど、特に外回り営業がない日はダウンスタイルで行きます。スーツ派、断然仕事、最初はビール、その後ずっとハイボール、締めに焼酎のお湯割りか、あとは梅酒ロック。結果は後からついてくるものなので、家庭が大事だと思います。パンツが多いです。前の職場は Windows だったんですけど、今は Mac です。ハイブランドは一切興味ないので、プチプラで
です。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あさちさーなー、バイバイ。なんか防具風に撮るって難しいですね。明日も仕事頑張ろう。よし。